というわけで、えー、初見さん歓迎、質問歓迎、投げ銭スパチャー大歓迎というですね、えー、来るものは拒まずのスタイルで、今日もやらせていただきますので、よろしくお願いします。ティンバレスについて、鉛の出し方がわからない、テンポ通りじゃなくて、ちょっと鉛らせると思うんですけれども、その鉛が難しいですと。本場の音楽を聴きまくるのがいいんですけれども、それ以外にコツやいい練習法があれば知りたいですということです。鉛って何ぞやと。 いう話です,すっごい簡単に説明しますけれども、要はね、さっきやったコンキキ、コンキキってやりますね。これ打点だけで言うと、1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4の1、3、4、1、3、4、1、3 4なんですよ。こう、きれいに4等分のうちの1、3、4なわけですね。で、この間隔を、こう、ちょっと3連寄りにしていくと、 3連っていうのはこの白と白の間を3分割するとタッ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 タ,ッタ,ッタッこれ3連系と言われます3連符だったり僕はグリッド3と言ってますけども要は白と白の間を3等分したパターンはいでこの4分割グリッド4とグリッド3の間が存在します 今3からカッ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 カのカッ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 カでカッカッカかカッ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 かッカ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 ッ つまりこういう練習をまあ普段からしてみてその 4を叩いてるときでもグリッド3を感じて、グリッド3を叩いてるときでもグリッド4を感じるってやると、まあ、どっちにもいけるし、その間も、えー、取れるようになってくるっていうような、えー、話です、はい。で、その度合いと,、えー、と、そのアクセントがどこにあるかによって変わりますっていう感じです。手っ取り早くなまりたいというのであれば、えっ、ー、と、その歌い方を変えてみる。 例えばコンキキ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 っていうリズムがあったとしてそのコンキキをなまりたいっていうのでば、ちょっと言い方を変えるコンキキコンキキキって言っちゃうと綺麗なイーブンになっちゃうんでコンクキ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 みたいな歌い方を変えるコックキ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 コクキ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 コク 歌い方を変えて叩くニュアンスを変えるのが、えー、一番簡単な方法。コンキキコンキキコンキキとこうクキコンクキコンキキだったらこう聴いてる印象も違いますよね。例えば、えっと、サンバだったら、まあ、すっごい雑な説明をすると、グリッド4のワン・フォー タタッツタタタツタ,タ,タ,ツタっていうリズムありますねこれをちょっと3連っぽくするとこれちょっとブラジルっぽくなりますザガ,ガ,ガシカガガシカャガシ 対して、えっと、今やっているようなアフロ系の音楽、アフロキューバン音楽だと、タンタタですね。タツタタ。え、ワンスリーフォー。ワンスリーフォーを三連っぽくすると、<music> アフロっぽくなります <laughs>。っていうような、あの、

最終的にその演奏してる人たちはそのことをもうほとんど、うん、全くといいほどそんなことは実はね考えてないんですよ。結局その聴いてる側がなまりと捉えてるものって、うん、ある種当たり前すぎることっていうかでそのなまりを出そう出そうとするとあのやっぱ違和感になっちゃいますよね。ななんんかそんなにそにの 考えなくてももいいかもしれませんあるいはそのコンココンココンココっていうリズムでも例えば1 2 3 4 1 3 4フォーの4を強調するとこれ全然印象が変わるじゃないですか一応感覚としては同じタイミング同じグリッドで叩いてつもりなんですけども このガン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 ってこう4音をめちゃくちゃ強調したことによってちょっと鉛って聞こえませんっていうぐらいの話なんですよ。聴いてる側が錯覚するっていうものもあるしあとはまあ実際のその例えばキューバとかブラジル音楽とかだったらあの実際にもう限りなく3連みたいな感じはあるんですけどもやっぱそれはねその その歌い方を知らないと表現でき表現するのは難しいと思いますので聞きまくるっていうのがいいかなと思います関西出身じゃない人が関西弁喋ったらなんかあの違和感あるみたいな「どないやねん」みたいな「なんでやねん」とかあの関西生まれじゃない人が関西弁言うとなんか違うなって思いますよねあのそういう感じになりがちです 無理なまろうとするとね。